終戦の年に始まった名古屋踊り。一昨年からは名古屋踊りネオと名前を変え、日本舞踊にエンターテインメントの要素も加えられています。第1部の全国芸妓博覧会は、名古屋の名技連組合など全国から集まる芸技団体が舞を披露しました。第2部は俳優のすみれさんをゲストに迎え、西川流四世家元の和正さんが演出した昭和前期の名古屋踊りの始まりを笑いと感動で描いた舞踊劇が上演されました。初日の今日は観客およそ900人が訪れ楽しんでいました。公演は明日も開かれます。